熱き攻防の末、いよいよ最終決断の時が迫る。情熱の虎が数字の虎へと食らいつく。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎も志願者もマジで大募集。マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。では最終決断に入ってまいりたいと思います。神本社長どうぞ。僕はちょっと100万だけなんですけど、はい、はい。フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表株本勇樹、年商5億、弱冠28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいは獰猛に喉元をかっ切るのか。いいかなと思いました。で、100万のみの理由としては、はい、構想としてはすごいいいと思ってるんですけど、はい、ちょっと変数がかなり多いので、はい、まあ、この後継続的にちょっとやり取りとかして改善できて、さらに足りなかったら追加でみたいな感じの方がいいのかなと思ったんで、一旦100っていう形に出していただきます。はいはい、ありがとうございます。はい、では、足立社長お願いします。はい、僕も100万円で、はい、そうですね、ちょっと収益性はあんまりちょっと期待できないなとは正直思ったんですけど、はい、まあその社会貢献とか、はい、その介護の問題とか、その介護業界にちょっと昔から興味があるっていうのがちょっと僕あったんで、はい、ちょっと勉強させていただきたいとか、いろいろ教えてもらいたいなっていうのもあるんで、100万円出させてください。はい、はい、ありがとうございます。野田社長お願いします。僕も100万でお願いします。はい、まあ、理由としては、まあ、他の社長方がもう事業性についてはかなり鋭く質問しているので、僕はあえてもう人間性を重視してるんですよ。はい、で、奥田さんの、まあ、その熱意、はい、まあ、正直そのズシンと来なかったんですよね。だけどもまあ、その今までの経歴を見てたら本気でやれる方なんだろうなということで100万でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、小林社長。あとは僕はナッシングです。ビジネスモデル的な不安が結構大きいんですけど、はい、その不安を超える熱量が僕もあまりずしんと来なかったっていうところで、はい、今回はナッシングでお願いします。はい、林社長。奥田さんはしっかり答えてるつもりだとは思うんですけど、はい、意外と株元社長とかの疑問にそのまんま返してないんですよね。はい、そうなのでやっぱそういうあたりでまだ経営者としてちょっと未熟な部分というか、はい、そういうのがあるけど熱い思いは伝わってきましたんで、はい、もうちょっとブラッシュアップして再チャレンジされるのがいいかなと思います。僕も100万円だけ気持ちは出しますが、はい、すいません整理させられなくて。いいえ、ありがとうございます。はい、はい、今一通りずっと聞いて回りましてですね、400万まで来ました。最終決断ですからこれが正しいんでしょうけれども、ちょっと人付けの引っかかっているのが、久しぶりに神本さんが出していただいたので、もしかしたら神本さんは心の中ではなんかこうご自身が関わりながらうまく仕事がやっていけるんではないかなという可能性を感じていらっしゃるのかなと思って僕聞いていたんですが、例えばそうですね、100万が限界ですね。はい、限界ですか。はい、はい、出資では ないというか、はい、僕的な最低限の継続っていう感じなので、はい、林さんがおっしゃってた通り質問にはあまり答えていただいてなかったんで、はい、僕なりにこうちょっと譲歩して咀嚼したっていう感じでもあったので、まあちょっと、はい、応援とはまたちょっと違う、もうちょっと磨けばいけないかもみたいな感じですね。小田さん何かありました？悔しいですか？九州大分で軽トラ1台から走り出した若き男の野望は現在80名のスタッフを抱えるまでに膨れ上がっている。株式会社 AE トランスポート代表野田慎太郎31歳、 e コマースの発展にいち早く適応し、
物流を通じて社会変革に挑む九州男児の虎は今宵金を動かすのか。悔しいですか今この400万っていう数字だけで、あと100万じゃないですか、はい、実際に、うん、あのやる前に僕もその正論突きつけられて、はい、いろいろ言われるとやっぱ頭くるんですよ、はい、僕もそうだったんですよ、お前なんかに無理だとかこうやっぱり言われてきたんですよね、はい、で最初は誰かを見返す気持ち、うん、まあ、例えば籠本社長から言われました、はい、いろんな穴を指摘されました、はい、籠本社長のおっしゃってることって、はい、もうすごく正しいし、はいはい、あの投資をするにあたってはすごく大事な考えなんですよ、はい、ただなんだろう、そんな正論なんかもうクソくらいっていうような思いって今ないんですか奥田さんに。まずですね、あの皆様にあのお時間をいただいたこともそうですけど、あのお金を出していただいたこともすでにあの僕は、実感として気持ちは伝わったなと。ただ、事業性としてやっぱり甘いっていう指摘をいただいた通り僕自身がまだ甘いので、そういう意味では、もう一回再チャレンジしなきゃいけないなという気持ちもありますけども、当然あのこれを止める気はないので僕自身やれるところまでやろうというふうな気持ちであります。ああそうなんですね。そっか、いやその奥田さんの口からなんかね、こうそういうあの見返してやりたいよみたいなのが伝われば僕もう100万出すんですけど、はいね、今のも惜しいですよね。悔しい気持ちはないんですかっていう答えに、うん、問いに対してやれるところまでやってみますっていう答えなんですよね。だから質問と答えが噛み合ってないのはやっぱこれから授業するにあたっていろんな人にそう思われてしまう可能性あると思うんですよね。ここで悔しいっすよって言えば出しますよこの人。だからあの極論ですよ、株元ムカつくなとか倒してなとかそういうのもいいと思うんですよ。 それ言わしたいんですよ社長は。なんかそういうのがあればって思ったんですけど、ごめんなさい、ここまで促して、はい、あのそれならば、はい、ちょっと僕は本気の人とビジネスをしたいんで、はい、あのごめんなさい、ちょっともうこれで終わりですけど、僕はそれが本気じゃないんじゃなくてそういうキャラなんだろうなって思います。なんかあのちょっとね、あの遠慮してたりとか静かな投資だとか本当にやる気もあるんだけど、ただなんかそのこういったらバーンってくるタイプじゃないからだとは思うんですけど、やっぱそういうの求めちゃいますよね、うん、僕求めますよね。そういう気持ちは分かります。そこを求めてしまうんで、はい、あのキャラなのもすごい重々承知してます、はい、ただここはあの買うのとぶっ倒してなぐらい言ってほしかったです、うん、正直、はい、したら僕付き合いました。すいません、ちょっとそれなかったんで、ごめんなさい。志願者の熱意が十分に捉え伝わらないままタイガーファンディングは幕を閉じる。しかしここでかつての虎岩井が動く。僕は事前にあの彼と打ち合わせを実は今回2回ぐらいしたんですけども、めちゃくちゃ熱かったんですよ、うん、本当にでめちゃくちゃ暑かったんで、なんで今日この暑さがここで出てないんだろうっていうのは、多分途中から野田さんもちょっとイラッとしてましたよね。はい、はい、あの伝わらないことに対してそのこんなに熱心だって、この企画書を見れば分かりますよね。なかなかこれだけの企画書を作ってくる人っていないじゃないですか。で彼途中でちょっとだけ言ったんですけど、彼の本当の夢っていうのはあのさっき言ったの何でしたっけ、トレーラーハウス、はい、このトレーラーハウスをやるっていうのがすごい大きな夢としてあって、最初実はねそのことから彼喋り始めたんですよ。でこのトレーラーハウスを被災地でどうしても僕やりたいんだけど、あまりにも目標が大きすぎるので、もっと自分でここでお金を稼いでそこからもう一回この夢をやるんだみたいなことを熱く語っていらっしゃったので、でもきっとあの一言ながらここに座るとね、そう言っちゃいけないんでしょうけれども、すごくこう緊張されるのかなとしか言いようがない感じ。緊張しました。緊張は、はい、しました。しますよね。緊張しますよね。そうですね、しました。あとはなんか皆さん大先輩の社長さんたちなので、うん、こう気持ちでと気持ちでは何ともならないよねっていう、なんか自分にこう常に言い聞かせるところもあったので、まあ無言の圧力みたいなのがありました。まあもちろん、はい、ただまああの、そうですね。いやでもその僕はあの気持ちよりも仕組みとか、はい、あの資料の数字だったりとか、はい、リサーチ量だったりそっちに
気持ちが現れるって僕は思うんで、はい、あ、言い回しとかあんま気にしてないんで、はい、僕は全くその逆なんで、はい、あの全く逆なんで、はい、ここで対峙してどれだけやれるかっていうところが、はい、僕の中でのこれが令和の虎だと思ってるんで、はい、僕も結構熱量は好きなんで、はい、ですけど、まあ多分そのさっき岩井市長が言っていたその汲み取れなかった部分が熱量の僕力というか、なんか熱量がすごいあったら多分勝手にそれを心が汲み取る気がするんですよね、はい、なんでなんかそこかなって思いながら聞いてました、はい、あとはね、僕ねめちゃくちゃ面白そうだったらね、それも面白さ重視なんですよね、はい、ちょっとなんか笑いも特になかったしみたいな、あすいませんけど歌上手でした、すいませんちょっとあのすいません出していいですか、その岩井社長の本来なら出さないです、本当に本来ならだけど、だけどまあ成功してほしいんですよこのビジネス、はい、で思いは正直伝わりませんでした、はい、けど岩井社長からさっき聞いたお言葉で、まあ、本当はすごい熱い気持ちを持ってたと、まあ、その言葉を信じてみようかなと、はい、ただ今は緊張してるだけと、はい、僕も今そういうふうに一歩引いて考えます、はい、うん、ありがとうございます、だから今500万、はい、全部でまあ500万かで、はい、なったと思うんですけど、はい、まあちょっと頑張りましょう、はい、頑張ります、いいですか、僕積んでよろしくお願いします、オールになっていいですか、はい、いいですか、鴨社長、あ、まあ、私引っ込めても大丈夫ですけどそれはダメです、鴨さん一回出したら引っ込めたらダメです、はい、多分僕とやりたくないと思いますじゃあ、まあ、そこのところも含めたバトルも期待しながら進めていきましょうよ、とりあえずいいですか、これで、いや、なんか僕が必要になんか促進してしまったみたいで、いや、悪い癖が出ました、僕もすいません、いやいや、ちょっと、もう僕もなんか奥田さん見てたら出してあげないといけないなってちょっと思ってしまったんで、すいません、ここ本当は感情論で動いたらいけないんですけど、はい、もうあえて動きます、僕これは、ありがとうございます、はい、だから絶対に成功させましょう、はい、わかりました、それだけです、はい、ありがとうございます、ではこの時点で見事ね、あなたの希望金額まで到達しましたので今回は、条件付きでもありません完全オールとなりました、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、では奥田さん順番にお金を受け取ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、僕先に渡せばいいですかね、じゃあすいません、はい、お願いします、うん、もうちょっとビジネスモデルをね、はい、一緒にブラッシュアップしていきましょう、はい、はい、ありがとうございます、熱くいきましょう、はい、以上です、よろしくお願いします、はい、頑張ってください、はい、おめでとうございます、大逆転、まさかの完全オール、残されたいくつかの課題はこれから4人の虎たちと共に乗り越えていくことだろう、男の熱意が形になる日を願いながら、タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。虎と志願者を大募集。詳しくは概要欄から。いやいや、そんなことないです。そうなんですね。本音でいきましょうよ。どうなんですか、はい、はい。どうですか。熱くて素敵な方ですね。いやいや、あ、なんか建前で話してますよ。